ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。最近の藤井聡太竜王の戦いぶりは前と変わってきた気がしない？そう言われれば、夏前頃にプロ棋士の中にも藤井さんの戦い方が以前と違ってきていると言ってた棋士もいるみたいだな。噂ではあんまり調子が良くないんじゃないかという見方もあったりしたわね。その辺は確かに、斬新な見せ場がない普通の指し手の対局が見られたということもあったりしたようだ。まあ、プロ棋士といえども人間だし、調子の波は様々な理由で変動することもあるだろうな。調子の変動といえば、良くない方に変動しちゃって、うつ病を経験した先崎学九段がいるわね。約1年の休場を余儀なくされて、その後無事復帰して将棋界に帰ってきてくれたから安心したけど、先崎九段といえば、その闘病時の経過を書いた本を出して反響を呼んだな。ラジオとテレビでドラマが作られたことは記憶に新しいわね。それじゃ、今日はその先崎さんの視点に移る将棋界や棋士としての藤井さん、それから対局解説コメントなどを紹介するぜ。それは興味深い話が聞けそうね。まずは先崎九段についてだけど、いわゆる羽生世代と呼ばれることがある棋士の一人だな。タイトル戦登場経験はないんだけど、全棋士参加棋戦での優勝は早い時期に成し遂げていて、2回優勝しているな。また先崎さんは精力的に執筆活動をしていることでも知られていて、教著も含めると30数冊の本を執筆しているんだ。すごい数の本を出しているのね。そうだな。雑誌の連載コラムも担当していた時期もあったそうだ。それから、海の地下の将棋漫画で映画にもなった3月のライオンの将棋監修を漫画、映画の両方でしているな。映画の公開の時、企画でニコニコ生放送から作中の架空のタイトル戦棋士王戦が実現したわね。そうだな、4名の棋士によるトーナメントで、羽生善治三冠、加藤一二三九段、先崎学九段、藤井聡太四段が参加したな。先崎さんは棋士王戦にも登場したのね。うん、棋士王戦は決勝で羽生さんと藤井さんの対局が実現し、非公式戦ながら初手合わせが実現し、結果は羽生さんが貫禄を見せつけて勝負を制していたな。そうだったわね。羽生さんと藤井さんの対局は、先日の9月23日にも実現していたわね。藤井さんが白星を飾って、今年度の成績を17勝5敗としたわ。うん、今藤井さんは竜王戦の初防衛をかけて戦っているけど、それは後で触れることにして、先崎さんの本のことを先に話すぜ。わかったわ、先崎さんの本というとさっき触れた本、うつ病九段が有名ね。そうだな、今日取り上げるのは、昨年の2021年に出されたコミックエッセイだ。コミックエッセイということは、インタビューを漫画化したものってことね。うん、漫画はうつ病九段のコミカライズを担当した河合克夫さんが担当しているぜ。その内容は、河合さんが先崎さんを訪ねていって将棋界復帰後のコロナ禍の近況などについてインタビューをするという内容だな。ご自宅へ伺ったのかしら？いや、西荻窪にある先崎さんご夫妻がやっている将棋サロン気楽に訪ねていったんだ。へぇ、プロ棋士が経営している将棋サロンっていいわね。うん、それでインタビューでは、まず昨今の藤井フィーバーについての質問がされたな。先崎さんによると、藤井さんが出てきた時は、ちょうどうつ病で倒れていた時期と重なったんだそうだ。へぇ、辛い時期の中で、将棋界には新しい動きが起きていたのね。そうなんだ、先崎さんはその時期、将棋から距離を置いて闘病生活中だったんだ。そのために、藤井さんの登場と活躍で起きていた巷の将棋ブームを全く知らなかったそうだぜ。そうだったのね、いつブームを知ったのかしら？1ヶ月の入院から退院した頃に初めてブームを知ったそうだ。先崎さんは藤井フィーバーをどう受け止めたのかしらね？それが、ブームを知っても、鬱で現実感がなくなっていたために、そんなことあるのかよと思ったんだそうだ。そうして、ネットとかを見たんだと思うけど、藤井七段当時や同僚棋士たちの活躍を知った時、悔しさが湧き上がってきて、再び将棋に向き合う気になる原動力になったということだ。知らないうちに将棋界で起こっていたブーム再燃と行き違いになって、そこに自分が取り残されていたのが悔しかったのね。試験だけど、やっぱり人の欲望っていうのは生命力と深く繋がっていて、鬱はそのつながりを自己否定して弱くなっていたってことになるんだろうな。欲望も不完全燃焼だと悪いガスを出してしまうから、それが気の迷いとなって現実感が薄れていくのかもしれないわね。でも、先崎さんのお兄さんは精神科医だそうだから、身近に理解者がいてくれて助かったでしょうね。そうだろうな。それで話を戻すと、当時の将棋界の動向を先崎さんは解析して、藤井フィーバーは業界という観点からは、そんなに底上げになったわけではないとの見解を話していたな。経済効果はそんなになかったってことなのかしら？先崎さんの話では、業界の底上げとは、将棋界全体の GDP が上がるという効果があった場合のことなんだそうだ。GDP っていうのは、国内総生産、ある期間内に国内でどれくらいのものが生産されたか、という経済の調子を示す指標となる数値のことね。
そうだな。まあ、先崎さんは将棋界の GDP が上がるというのは、将棋人口が増えたことで将棋道場の生徒が増えると説明しているな。なるほど、将棋が関係してくる社会サービスの経済効果ね。それで、将棋人口が増えたことは増えたんだけど、今コロナで指す場所がないからネットとかになっちゃうとのことだ。道場が賑わう条件はあるのに、特殊なコロナ禍という状況で、道場にうまく還元されていかない、ということなのね。うん、せっかくの藤井フィーバーが起きて経済的なサービス消費が進んでいるのにその恩恵を直接に受け取れずに業界が損してるってことになるんだろう。それは仕方ないけど、ちょっともったいないことね。過去の将棋ブームとの比較になるけど、先崎さんの話によると1995年のハブブームの時は、連盟が出してた雑誌や免状がすごい収益を上げたそうだ。2021年当時の先崎さんの予想では、これからはどんどん二次元で棋士とファンが接するようになっていく、とのことだな。でもネットに人が集まれば、そちらでの経済効果も見込めるんじゃないかしら。そうだな。ただ、外出すると目的地周辺のサービス消費も起きるから、やっぱり本来よりは損してることになるんじゃないかな。でも今はインターネットで多くの情報が集まるから、聖地巡礼や勝負飯のような形で地域の観光施設や料理のお店の収益にもつながったりしているでしょうね。確かに、それはあるだろうな。話を戻すけど、先崎さんは藤井ブームを総括して次のように語っているぜ。将棋界っていうのは、世の中の空気に左右されるんです。今の時代に、藤井くんのスター的要素が噛み合ったんでしょうね。へえ、いち早く趣味のパチスロでリーチ目を解析して記事に書いた人である先崎さんならではの解析ね。そうだな、その分析的な目で藤井さんの将棋についてもこんな風に解析しているな。それがね、藤井くんの将棋ってのはね、個性がないんですよ、全然。あれがすごいですね。オーソドックスな指し方で、気がつくと勝ってる王道の将棋ですよね。これは、特定の指し方にこだわりがないってことかしら？うん、特定の指し方に強くこだわることがないから、逆に誰も予想しなかった手をさせたり、ブレることのない藤井曲線を生み出せるってことなんだろう。インタビューでは、先崎さんと同世代の羽生さんについてはどうかとも聞かれていたな。先崎さんは自著の中で、自身が同期の棋士の中で羽生さんだけは呼び捨てにするほどライバル意識を隠していないんだけど、その羽生さんに対して、羽生さんは競馬で言う合わせ馬に強い。マッチレースになると絶対に負けないんですよ。どんなに道悪でも直線で並ぶと負けない。あれがすごい。とのギャンブラーの目からの解析で回答をしていたぜ。へえ、でもハブさんにはそういう強さがあったりするのね。余談だけど、対局の醍醐味というのは、棋士それぞれの棋風と持ち味がぶつかり合うことで、いくつもの面白いレース展開が生まれてくるってことだからな。そういう人間味は AI との対局では決して生まれてこないわね。そうだな。さて、今回紹介させていただいた漫画は、前編が文春オンラインの記事その後のうつ病九段先崎学が語った藤井聡太と羽生世代のことで読めるんだ。絵と吹き出しで読むと、このコミックエッセイの内容がより楽しめると思うから、興味があったらぜひ検索して読んでみてほしいぜ。また、漫画が欲しい人には、文春将棋ムック読む将棋2021に掲載されているとのことだぜ。次は、先日10月7、8日に行われた第35期竜王戦7番勝負の第1局、藤井聡太竜王 VS 広瀬章人八段の対局からのエピソードを取り上げるぜ。この対局は将棋界最高峰のタイトル戦であるだけに、開幕局から大きな注目を集めていたな。広瀬さんというと、2018年度の第31期竜王を1期経験していて、4期ぶりの竜王奪還を狙っているのよね。そう、第31期竜王戦の時に、通算タイトル獲得数百期達成を目前にしていた羽生善治竜王当時との激闘に勝利して、その記録を阻む形になったな。そういうことは藤井さんの初タイトル挑戦がかかった第69期王将リーグ最終局での一戦でもあって、対局した広瀬さんが勝利している。すなわち記録ブロッカーとしての顔も持つことになった広瀬さんが、藤井さんが初防衛をかけた今シリーズの竜王戦の挑戦者に勝ち上がってきたということなんだ。へえ、そういえば広瀬さんは稲葉明八段と同じく藤井キラーと呼ばれることもあるわね。余談だけど、広瀬さんに負けて初タイトル挑戦を逃した時の藤井さんは落胆したようだったとのことだぜ。落胆が隠せず、その後、師匠の杉本正隆八段に手が見えないと弱音を吐くこともあったそうだ。デビュー後から快進撃を見せてきた藤井さんが棋士人生で初めての挫折感を経験したのね。もちろんそれでも藤井さんはそれをバネにして棋士として成長を見せたのは皆さんが知るところだ。挫折経験が自分の将棋を根本から見つめ直す契機ともなったそうだから、負けることは決して無駄じゃなかったんだな。そうね、それで今シリーズの竜王戦は、最強の挑戦者を迎えることになった、と言われているわけね。そういうことだな。
広瀬さんは挑戦者に決定した時点で、対局2戦だってこんな抱負を残しているな。藤井竜王と番勝負を戦うのは初めてで、光栄だが厳しい相手というのは変わりない。挑戦者の私がなんとかシリーズを盛り上げないといけないと思っている。見せ場を作ろうという気迫がすごく伝わってくるわね。そうだな。対局を前にした広瀬さんは、2019年に第一子が誕生したことをインタビューで明かしたりしていたぜ。なんでも、家族が増えて良い刺激になり、対局の時も家族のために頑張るようにしている、とのことだ。シリーズでは両者とも全力を尽くして激しい熱戦が繰り広げられるでしょうね。そうだな、悔いのない勝負をしてもらえると見る側にとっても最高だけど、ちなみに対局前の両棋士のコメントはこんな感じだ。藤井さんは広瀬さんの将棋は終盤が強く、それに至る中盤の組み立てのうまさが印象に残っています。見ている皆様に楽しんでもらえるような将棋を指したい。広瀬さんは、藤井さんの将棋は、分析すればするほど、私の方が分が悪いことがわかりました。タイトル戦では無敗ですが、いつかは負けるでしょうから、その相手が自分になればいいと思っています。第7局まで行くスコアに持っていきたい。なるほど、どちらも万全の体制を整えて意気込みも十分のようね。この日の対局のアベマの中継では、1日目の解説者として先崎学九段が出演していたんだ。先崎九段も両者の激突に興味は尽きない様子だったようだ。というのも、繰り返しになるけど、藤井竜王の今年度の成績はこの対局前までで16勝4敗、勝率は 0.8000 と好成績をキープしていたんだ。その戦いぶりについて、第1日目の解説を担当した先崎さんは番組でこうコメントしているな。相撲に例えると、横綱相撲を早くも覚えられましたね。デビュー当時から終盤が強いんだけど、最近はそれまでに決着をつけてしまう。終盤力という一番の武器を隠して勝てるからすごいんです。本当は上手投げがすごいんだけど、寄り切って勝つんですよね。相撲に例えて説明して、中継を見ていた将棋ファンにもわかりやすいと好評だったようだぜ。横綱相撲ということで、得意な部分は残して、そこに繋ぐ繋ぎ技の部分にも磨きがかかってきたのね。それで以前の藤井さんには見られなかったような、必殺技を出す前に勝つような将棋が増えてきた、というわけね。そうだな、その辺は広瀬さんも挑戦者に決定した時点で同じようなコメントをしているな。それはこんなコメントだぜ。今更私が語ることでもないですが、終盤が強いのは相変わらず、序中盤で出遅れることもなくなってより一層完成度が上がってきている。同じことに気づいているみたいね。そうだな。先崎さんのコメントは、エッセイストだけあって、表現が上手くて独自の理論で解析されるのが特徴だな。例えば、7月の棋聖戦5番勝負の藤井棋聖と永瀬拓矢王座の対局でも、藤井さんの勝ち方を美しくかっこいい詰みという表現で解説していたな。文才に秀でていて、それが副収入につながるから、芸は身を助ける、と言えるわね。そうだな、エンターテイナーと呼べる棋士もいたりして将棋界には多彩な才能が集まっているから、見る側としてはそれを楽しむという面もあるな。ちなみにちょっと余談になるけど、先崎さんの読書好きに関係したエピソードとしてうつ病九段から一つ紹介しておこう。どんなエピソードかしら？何でも入院中に同期の棋士たちが見舞いに来てくれたんだそうだ。その時に本を差し入れてくれた棋士もいたそうなんだけど、ただ先崎さんとしては本なんて到底読める状態ではなかったんだそうだ。詰将棋の3手詰めの問題さえ解けなかったほど思考力が落ちていた状態だったそうなんだ。そっか、心遣いの差し入れだったけど、うつ状態の助けとするには読書は合わなかったのね。そのようだな。全員がうつを経験するわけではないから、わからないこともあったりするわね。うん、よくうつの人には頑張れって言っちゃいけないとか言われたりするけど、それは先崎さんにとっては何とも感じなかったんだそうだ。先崎さんの場合、強く言われることがきついのであって、友人などに軽く言われるのは全く傷つかないものなんだそうだ。上の立場から叱咤激励の形でされると、そのことがプレッシャーになってしまうのね。先崎さんにとっては、病室まで来てくれた棋士たちから言われた、みんな待ってます、という素朴な一言が最も嬉しくて心が救われた言葉だったんだそうだ。そうなのね、なんだか勉強になったわ。うん、それじゃ、竜王戦第一局に話を戻すぜ。対局は広瀬さんの先手で始まり、序盤は早いペースで進み、中盤から局面が難解になってきて、広瀬さんが先に長考をする展開となったな。解説者の先崎さんは、第1日目の封じ手の時点での局面を先手が良さそうな上に、勝ちやすそうですとコメント、あと数手で大きく差がついてもおかしくない。2日目は午前中から目が離せないですとまとめ、第1日目の解説担当の役割を終えていたな。続く第2日目の展開は、先崎さんの読み通りの展開になったみたいね。形勢が徐々に広瀬さんの優勢に傾いていって、藤井竜王に一度も優位に立たせることがなく戦勝を決めたな。へえ、圧勝したのね。藤井さんは対局を振り返って、勝負する順を見出せなかった。
中盤で苦しくなってしまって、際どい勝負に持ち込むことができなかったと話していたな。一方で広瀬さんは勝者インタビューに応じて、こう話していたな。悪い局面がなかったと思うので、開幕局としては上出来の内容。想定していた局面になったわけではないが、自分自身のコンディションをよく整えることができた。直線で勝てればいいんですけど、それだけではうまくいかないことが多いので、全体のバランスを考えながら指し手を選択していた。88手目、馬の頭に飛車を回るのは読み筋で、自分の読みの中ではギリギリ大丈夫と見ていた。その読み筋が正しくてよかった。相当に研究を準備してきていたことがわかるコメントね。そうだな。最後まで諦めない粘り強い戦いができても、事前の準備がうまく噛み合った方がその差で勝負を制するんだろうな。そうね、でも最善を尽くした勝負は、いつ見ても清々しいものね。全力で戦った騎士たちに感謝だな。プロ騎士も人間だから、時にはコンディションが悪くなることもあったりもするけど、それもきっと大事な何かの学びの機会なんでしょうね。それぞれの経験を自分がどう生かすかが明日に繋がるってわけだな。本当にそうね。今回も最後まで見てくれてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録してくださいね。楽しんでもらえたらグッドボタンも押してもらえると励みになります。次回も見てくれないと月に変わって4日銀よ、だぜ。ということで、また見に来てくださいね。